ておりました。そしてこちら、ももさん。家を離れて1年間でも下宿をしたことがありました。本当は4年間下宿生活をしたかったんですけれども、そこは我慢。残りの3年間はうちから帰ったんですね。そして子供2人を連れて1年間だけ下宿した地方都市を訪ねたことがありました。どうして落ち着かない気持ちが湧いてきて不思議なものでした。早く帰りたくなりました。思い出がありすぎて胸が詰まってしまったんでしょうかね。そして、ちくまさん。学生時代の思い出は高校3年間当時は昔も重かったことを記憶してますね。みんなセーラー服姿嬉しかったですね。私は小食ですが、入学式当時デザートで買ってもらった大きなアルミのお弁当箱を毎日持参していたものですね。なるほどね、デパートで買ってもらったんですね。これね、おかずにはコロッケがいつも入ってましたという結構大きかったからね。皆さんありがとうございました。そこのペニーさん自身の学生時代こちらにある、ベリーホール国の登録有形文化財、この中のチャールズ・オスカー・ミラー記念礼拝堂だそうでございます。作詞作曲は平岡誠二さんですよね。これはジャズミュージシャンでもございまして、ペニーさんの2年先輩なんですか。でこの曲、綾間学院内では第2の学園歌と呼ばれているそうで、2009年には、創立135年、これを記念して、歌手がその礼拝堂の前に建てられたんだそうです。除学式にはペニーさん本人、ご覧となった。